こんにちは、ドクターネックスです。イベントのストーリーやっていきたいと思います。皆さん頑張ってますか？イベント、僕もちょくちょく頑張っております。本当は、この第3幕を周回したいんだけれども、まだ僕ストーリー見てないんで、まあこの録画するためにストーリーあえて全部飛ばしてたんで、ストーリーをやっていきたいと思います。買い物へ出かけた織姫と蘭菊は瓜生に遭遇し、ホワイトデーのお返しをもらう。それをきっかけに織姫は蘭菊に一族からもらってないのかと問われ、今このキスケ、クリスマスキスケにキスケ543を積んで、ちょこっとレベル上げをしているフォローカイチゴにキスケの4を積んでます。そうするとどれぐらい落ちるんかなっていう。さあ、このアイゼンでどれぐらい簡単にクリアできるか。基本一撃だな。そんなん、これも、でも取る必要ないだろうけど、アイテムが出たら欲しいからな。アイテムじゃ境界石。回収にしに行くってのは何だかな。私のお返しは気に入ったかな。100ポイント。はい、次行きましょう。このストーリーをやるのもったいない。ハード。みんなどれぐらい貯めてるんですかね。あとはもうその30万を区切りにしてもいいんじゃないのかなっていう。確かブレソルガチャチケットとブレソルアクセサリーガチャチケットとかがもらえるのが30万までで、それ以降は1万から2万ぐらいでしたっけ、もらえるのが。すごい報酬が美味しくなくなるんですよね。まあ霊玉がもらえるんですけど、まあでも1日5万やってりゃいいペースなんで、多分僕は70万まで目指すと思うんですけどね。私が相手をして、まるでなんか話は進んでないけど大丈夫か。ひたすら走り抜けるゲームかな。これで来るとすごいなんかかっこいいな。
ゴミとか言われてかわいそうに。すげえ速さで進んでいくな。もう今非常に眠いです。現在 AM3 時22分。とっても眠い。もう餌がないからレベル上げが全然進まないですね。まあ、あのグリムジョー、あ、どうです、グリムジョー結構落ちません？僕ね今20万までで何枚落ちたかな、あとで数えとこう。結構落ちますね。もったいなくて使えてないけど。製鉄通信の編集、真面目だよね。いやまあ部下が不真面目だから余計になのかもしれないけど。これがすげえ敵出てくるから、これが上級になってくれたら、上級っていうか第3幕のベリーハートかなりゃいいんです。何しに来たって言いたくなるよね。あっちまだ、ね、私のお返しは気に入ったかな。かっこいいわ。はい、今回はホワイトデー大作戦の第1幕。はい、なとこですね。なんだ、以前にもちょっと話をしたんですけど、これでストーリーを後で見返そうと思ったらもう誰も同じような動画上げてないんで見れないんですよね。なので、なんか、あ、こんなイベントあったなって思い出したい時に見てもらうためにも、お話の時は基本静かにします。はい、眠いんで喋ってないっていうだけじゃないです、それもあるけど。はい、以上ドクター熱血でした。お疲れ様でした。明日は第2幕、明後日は第3幕やっていきます。よろしくお願いします。